こんにちは、ココです。今回は最強の決定限界は何か、ランキングを発表したいと思います。決定限界とは、血筋によって受け継がれる特殊な能力のこと。金丸やサスケのような体質の場合と、核のように複数の性質変化を掛け合わせる能力の2種類に大きく分かれています。今回はそんな決定限界をまとめて、最も強い能力を決めていきたいと思います。ちなみに決定淘汰と決定網羅は別格すぎるので、今回は除外です。術の規模で言えば、やっぱり全身柱間細胞モンスターの木刀を真っ先に思い浮かべますが、果たして1位になれるのでしょうか。早速発表していきましょう。第10位、フットン。水遁と火遁を組み合わせた忍術で、主な使用者は残念な美人代表、フェルミー・メイです。フットン、公務の術という口から酸性の気を引き出す術を使っていました。相手の皮膚や血肉を溶かしてしまうという恐ろしい能力です。この妖怪力はサスケのスタノを溶かしてしまうほど。さすがに瞬時に溶かすといった速攻性はありませんが、じわじわと相手を追い詰めていく、なんとも恐ろしい忍術な気がします。拷問向きな感じもするので、森のいびきあたりが喜ぶかもしれません。第9位、両刀。火遁と土遁を組み合わせたマグマや溶岩を燃焼させる決定限界です。使用者は土台、カリウ、同志、黒土と岩隠の里の面々なので、岩隠に継承されている決定限界と思われます。溶遁の性質は使用者によって異なり、土台や下流が使う溶遁は溶遁、ゴム壁といったゴムの性質を操る術でしたが、黒土の使用するのは溶遁、石灰業の術というセメントみたいな術でした。4尾の人中力である老子に至っては溶遁、釈迦流眼の術という溶岩を吐き出して攻撃する術を使っています。このことから使用者次第で溶遁の種類は変わるみたいですね。ゴムを操るのと溶岩を操るのじゃ全然強さが違いますが、逆に言えば術者次第でいかようにも術の性質を変えられるということです。ある意味応用が効いていい決定限界かもしれませんね。第8位、爆刀。岩隠れに伝わる決定限界で、触れたものを爆発させる能力です。おそらく土遁と火遁を組み合わせた決定限界だと思われます。使い手は元岩隠れの爆破部隊のガリです。ガリは爆刀、地雷剣という忍術を使い、殴りつけた相手をほぼ無人に爆破するという残虐な戦闘スタイルをとっていました。絶対にこんな死に方したくないですね。デイダラも爆刀使いじゃないのと思った方もいるかもしれませんが、デイダラは自称爆刀使い。そもそもデイダラの忍術は、岩隠れの禁術である物質にチャクラを練り込む能力と自身の粘土造形師の能力を組み合わせた術なので、爆刀は関係ないようです。そんな殺傷能力特化の爆刀が8位にランクインしました。第7位、強盗。風と水の性質変化を組み合わせた決定限界です。原作では霧隠れの里の雪一族に伝わる決定限界で、核が使用していました。カカシ秘伝では火氷、羅氷という忍びが使い、恐ろしいテロ行為を行いました。劇場版ではなぜかカカシも強盗をコピーして使っています。代表的な忍術は氷遁秘術、魔境氷彰という核の忍術です。冷気で氷の鏡を出現させ、鏡と鏡の間を高速で移動し、相手を攻撃し続けるという恐ろしい忍術でした。核は千本という殺傷能力の低い武器を使っていましたが、これが他の攻撃手段であれば、さらに威力が上がっていたはずです。第6位、灼遁。風と火と高熱を操る決定限界。砂隠れのパクラが使用していました。灼遁、過剰速は、火球に触れた相手の体内で水分を速度に蒸発させ、干上がらせてしまうという恐ろしい術。巨乳美人な見た目とは裏腹に、殺し方がえげつないです。ただし水遁には弱いらしく、相殺されている場面もありました。なお、港命名の灼遁、降臨疾風、漆黒の矢ゼロ式が、本当に灼遁なのかどうかは見解が分かれるところ。水遁に弱いとはいえ、生物に対しては絶大な殺傷能力を持つ厄介な能力ですので、灼遁は第6位にランクインです。第5位、自遁。風と土を組み合わせ、磁力を自在に操る決定限界です。砂鉄や砂金を操ることができ、4代目風影は自遁で砂金を集めてお金にしていました。また3代目風影は砂鉄を操り、不物の関節に入り込ませて動きを奪うという使い方も可能です。一尾の四角が持つ性質変化でもあります。実は5代目風影のガーラも自遁の素質を持っていて、第4次忍界大戦後に出国。小説ガーラ秘伝では砂金を操る様子が描かれていました。鉄壁の防御に敵の封印、さらに弾丸のように打ち出して砂で包んで圧殺したりと、
攻守に優れた自尊が第5位にランクインです。第4位、白眼。日向一族に伝わる決定限界です。もともとは大津月一族のものですが、日向一族は大津月羽村の末裔であるため、この力が受け継がれています。ここに大津月一族のチャクラが合わせれば、天聖眼という伝説の道術を開眼することすら可能です。能力としては360度の視界、物体の透視能力、望遠能力、さらに経絡系までを招きます。作敵能力に関しては車輪眼よりも上ですね。しかし一応欠点もあります。それは献血や経絡系までコピーする影分身は見抜けないということです。献血を封じる術は殺さずに相手を戦闘不能にするにはぴったりなのですが、完全にチャクラを練れなくするには64箇所も献血つかないといけなかったり、なんとなく労力と効果が見合ってない感じもします。第3位、四骨肉。戦闘一族、かぐや一族に伝わる決定限界です。自らの骨を際限なく操ることができ、硬化や伸縮など形状変化も自由自在。使用者はかぐや一族唯一の生き残りのキミマロでしたが、すでに死んでしまっているため、この決定限界は断絶してしまいました。大津月かぐやも友殺しな骸骨という四骨脈と似た能力を使っており、かぐや一族は大津月一族の遠い血縁と考えられます。キミマロのマロマヨからするとなんかインドラの子孫っぽいですね。ガーラの大技、砂漠体操にも耐えるほどの高さと変幻自在な攻撃を生み出す四骨脈は、健康なキミマロが使っていた頃はさらに驚異的だったでしょう。第2位、木刀。柱間の固有能力といっても過言ではない決定限界の木刀が2位にランクイン。とりあえず柱間細胞を取り込んで木刀使っちゃおうみたいな輩もたくさん出てきましたが、柱間が使うオリジナル木刀はレベルが違いましたよね。木刀は水と土の性質変化と思われていますが、実は両刀の性質が組み合わさることで初めて使用することができる決定限界。水と土だけだとデイトンという全く別物の術になってしまいます。でもそんなこと一般忍びが知るわけないので、デイトン使いは柱間と同じ性質変化なのに使えねえみたいな差別的な扱いを受けているようです。両刀はいわば命を吹き込む性質なので、死という生命体を発生させる木刀には不可欠ということでしょう。柱間の木刀は美獣より巨大な千手観音を出現させて攻撃したり、樹海を生み出したりと、とても人間相手に使うとは考えられない規模と破壊力を持ちます。さらに美獣を制御する封印術などもあり、他の決定限界とは一線を画す強さです。第1位、車輪眼。一度はこの目が欲しいと思ったことがある中二病の皆様、お待たせしました。ウチャ一族に伝わる決定限界、車輪眼が堂々の1位にランクイン。車輪眼は動体視力が格段に上がり、チャクラを色で見分けることが可能。これによって相手の動きや陰を見切り、即座に応戦したり術をコピーしたりすることができます。また上位版の万華鏡車輪眼なら絶対防御のスサノオや強力な固有の道術まで使えるように、消えない炎を出すアマテラス、体感まで伴う幻術にかけられる突き込み、時空間忍術のカムイなど、どれも強力な術でしたよね。一つの決定限界でこれほど能力にバリエーションがあるのは珍しいです。さらにその先にはリンネガンという最強の道術も開眼できる可能性を秘めているということから、どの決定限界よりも強さは歴然ではないでしょうか。まとめ、以上決定限界の最強ランキングでした。最初はめちゃくちゃすごい扱いだった決定限界も、どんどん種類が増える上、なんなら乱闘とかモブ忍びまで使ってたり、どんどんインフレしていきましたね。これに加えて決定淘汰や決定モーラなんかもあったりするので、特別感が薄れてしまっているのは気のせいでしょうか。皆さんが一番かっこいいと思う決定限界は何ですか？コメントお待ちしてます。